おはようございます。累計講演回数1000本超えビジネス心理学講師の坂井俊夫です。省庁心理マーケティング100の法則が日本最大級のオーディオブック配信サービスオーディオブック .jp の聞き放題ランキングで第7位昨日時点となっております。ご視聴いただいております皆さんありがとうございます。今日は声が小さく不明瞭では仕事で損をするよというお話をしようと思います。先日オンラインでボイトレのレッスンを受けてくださった A さんは声が小さくしかも言葉が不明瞭で悩んでいらっしゃいました。確かにオンライン越しでも言葉が聞き取りにくい。専門職で知識も経験も豊富なのに声が小さく言葉が不明瞭では仕事で損をしてしまいます。その原因の 99% は口の開け方が小さいということであります。省庁人生が大きく変わる話し方100の法則でも書きましたが、口の開け方の基本は母音になります。つまりあ、い、う、え、おであります。この母音の発音がしっかりとしていると言葉が明瞭になってきます。あは指3本であります。人差し指、中指、薬指の3本をくっつけてください。このくっつけた3本を縦にして開けた口の中に差し込んでください。あ、これがあを発音するときの正しい口の形となります。ボイトレのレッスンをするとほとんどの方が驚きますが、結構大きな口の形となってきます。では次に右手の人差し指、中指、この2本をくっつけてください。この2本を縦にして開けた口の中に差し込んでください。これがえを発音するときの正しい口となります。いは1本差し込みます。いおは口の中に大きな空洞を作るイメージで広げます。おうはタコ口のような口にして突き出しましょう。うこれらの母音の形を意識して話をすると言葉が明瞭になってきます。言葉が明瞭だと声量が多少小さくても相手に伝わりやすくなります。仕事でえなんて言ったのと聞かれることはなくなってきます。せっかく知識と経験があっても声が小さく言葉が不明瞭だと仕事で損をすることが多くなってきます。特に今はマスク越しやオンライン越しで相手とコミュニケーションをする機会が増えてきています。そのため声の小ささと言葉の不明瞭さは余計に目立ってしまいます。相手にちゃんと聞こえるように言葉を伝えるためには口の形がとても大切になってきます。声が小さくて言葉が不明瞭だと自覚のある方は母音の口の形を意識してみてください。また声が小さい、言葉が不明瞭、話が下手な方は個人的なレッスンを行っております。これからの時代の経営者、幹部、ビジネスマンにはスピーチ力、プレゼン力が求められます。スピーチ、プレゼンテーション、発表、セミナーに必要なボイストレーニング、台本の作成方法、緊張のコントロール、スピーチテクニックについての指導を行います。詳細は説明欄でご確認してください。以上、今日は声が小さく不明瞭では仕事で損をしちゃうよというお話でありました。それでは今日も楽しい一日を。